フロレンティン・ホフマン・シドニーで展示された巨大ラバーダックフロレンティン・ホフマンはオランダの芸術家。名前の日本語読みはフロレンタインとしているものもある。デリフゼールで生まれ2000年にオーファー・アイセル州カンペンのクリスチャン資格芸術アカデミーを卒業後、ベルリンのベルリンバイセン税芸術大学に進学して修士号を取得した。以降はロッテルダムを拠点とし、 公共空間に巨大造形物を展示する活動を繰り広げている。ホフマンの主だった作品としては、西フリースラント諸島スヒールモニコフ島の海岸に無造作に転がした3台の高さ6メートルのグランドピアノの造形物スウェーデンのエルブルーで開催のオープンアートビエンナーレ2011で展示された全長13メートルほどのビッグイエローラビット ハーグで展示された巨大ぬいぐるみの群れ、ストラスブールで展示されたミッキーマウス風の耳をつけた豚の造形物などがある。使用素材は様々で、木、金属、ゴム、ラテックス、自動車や、ェッペリン NT など多岐にわたる。2007年からは、巨大なラバーダックを製作し、ロッテルダムを皮切りに、フランス、ブラジル、ベルギー、香港など世界各地で展示している。 日本では2009年の、水い大阪2009中の、ラバーダックプロジェクト2009において、八県県浜で展示されて以降、大阪港のルネサンス、クリエイティブセンターを大阪、中野島バンクス前、中野島公園バラ園及び、尾道の海フェスタ尾道で展示された。このうち2009年のベルギーでは、めった刺しの被害に遭っている。 この他にも2011年には高さ8メートル、幅約10メートルのカエルのオブジェ、ビカエルを制作し、兵庫県立美術館屋上に設置された。これら造形物の正式名称は不明。ありがとうございます。